俺はそれはないと思うけどな。うん、なんか言われたかな。なんもないと思うけどね。普通に飲んで帰ってくれたから。ありがとうございます。居酒屋の親父の筒の女。うん、言われてないと認識してたらいいです。すいません。だから、結局、そうやって煽るけど、具体的なこと言えないわけじゃん。だから俺も、別に何も言われてないよって言ってんの。ハゲって言われるのはインド。だってハゲじゃん。間違ったこと言ってんの？そうだよね。ハゲとか言われたらって言うけど、まあハゲじゃあハゲすけどねみたいな。うん、どうでしょう。だって間違ってねえんだもん。いいんじゃねえの。うん、もうクラフト NG です。さよなら。面と向かってハゲって言われたら怒るよ。怒んねえだろ別に。そうなんだ。面と向かってハゲって言われたらみんな怒るんだ。なるほどね。俺は怒んないよ。イラッとするわ。あ、マジで？あ、そう。そうなんだ。へえ、みんな気が短いんだね。俺はハゲって言われてニヤニヤしてて、ドリンクが1杯2杯飲んでもらえたらその方がいいわ。これが居酒屋の店主ですわ。わかるかな。そういうことですよ。わかるよね。やっと分かってくれたかな。ハゲって言われてドリンク1杯2杯飲ましてくれたら、もしくは注文してくれたら、その方が俺嬉しいです。いやいや、ハゲでお前1杯2杯増えちゃったよみたいな、話弾んでよみたいな、そういうことです。だってお金もらうんだもん。でしょ、みんな。俺はもうそっちの方がいい。じゃあハゲに乾杯してくれますか、もう一杯とか言いながら。うん、その方がいいじゃん。全然いいよ。だって商売やってるんだもん。普通だよそんなの。ねえ、そりゃそうだよ。怒ってお前帰られるんじゃお金取れねえじゃん。普通に考えたらね。怒る必要ねえんだもん。
俺の店で俺に面と向かってハゲって言った人初めてっすよ、じゃ乾杯しちゃいますかみたいな。うん、当たり前ですよ。おう、ハゲ一杯飲めよって言われたら、いただきまーすって。いいじゃん、それで。んな感じですよ。でもみんな間違ってる、俺の今の。ねえ、なんか間違ってるかな。まあ、間違ってるって言われたらちょっと修正しますけど、ハゲで盛り上がるんだったら俺喜んでハゲだよ。でも結局ある程度のお客さんたちはやっぱうなちゃまに会いに来てくれてるわけだから、そういう人たちにはこう理解しておいてもらいたいのよ。ちゃんまんああ言われても、あ、商売やってんだ、おい、ちゃんまんに向かっては目の前でハゲとか言ってんじゃねえよとか怒る人もいるんだよ。だけどちゃんまんは商売やってるんだよなって理解してくれたら、みんな、ああちゃんまん腹の中で笑ってるよとかね、あ、いただきだろあれって思ってくれるようにしてくんないと。うん、俺怒んないもん。いいだろう、うなは。うまいだろう。だからさっきから言ってるやつとかもう消えちゃったけど、あの俺のねことをガタガタ言ってたやつ二人ともロムっちゃったけど、あんまり怒ってないよ俺は。美味しいじゃん、変な話すりゃ。ああ。だってお店やってんだもん、美味しいに決まってんじゃん。やっぱお客さんに飲んでもらわないとねえ。ルナさんは同性からも好かれるタイプですね。そんなことはねえよ。そろそろ寝なくて大丈夫ですか。今日店休んじゃうか、めんどくせえから。